小谷の指導論、放浪編47、長年、オリンピック、五輪のライバル国といえばキューバだった。赤い稲妻と称され、日本が決勝で敗れたアトランタ五輪を含む3大会で金メダル、2大会で銀メダルを獲得。現在は、ヤンキースの抑えのチャップマン、ホワイトソックスの主砲のアブレーユら。メジャーリーグでも数多くの選手が活躍している。ヤクルトの投手コーチだった20年前の1年オフ、1月から春季キャンプ前までの期間でキューバで指導したことがある。詳しい経緯などは省くが、現地ではキューバ代表投手、各州の投手コーチ約30人ほどが集められ、彼らに投球メカニズムを指導するようにと言われた。当時のキューバのエースはコントレラスだった。数年後に亡命し、ヤンキースなどメジャー数球団でプレーした。私が課せられたのは、時代のエースの育成で、後釜候補のマイルス・ロドリゲスの指導だった。面談した後、ブルペン投球へ。160キロを超えるボールを見た瞬間、その場で、たまげた。能力の高さとともに、層の厚さにも驚かされた。20歳で150キロを簡単に投げる投手が4人ほどいた。長身で手足が長く肩の可動域が広い人が多かった。投球フォームは3クォーターで球種はストレートと大きく横に曲がるスライダーが主。これが当時のキューバでの教育方針のようだった。今はわからないが当時のキューバの選手はポジションを決めるときに一番センスのいい人が遊撃手で、次が投手と聞いた。メジャーリーグでも数。遊撃出身のキューバ選手が活躍するケースが多いのは、選ばれた精鋭が遊撃手を守るからではないか。日本球界でも、キューバの投手が活躍するが、一昔前とは、印象が変わった。スリークォーターではなく、中日のアール・マルティネス、ソフトバンクのモイネロらのように真上から投げる。ボールの力。スピードは当時と変わらないが、球種は縦のカーブ、スプリットなど多彩である。技術や投球への考え方が変わったのだろう。中日のロドリゲスは、投手らしい投手。コントロールは、アバウトなように見えるが、強いボールを、ストライクゾーンに投げられる。マウンド上から滲み出る、闘争心も素晴らしく、先発でゲームを作れる。キューバは、東京五輪出場は決まっていないが、この3投手の存在を考えれば手強い相手になる。次回掲載は6月下旬予定。小谷正勝、小谷忠勝1945年、小20兵庫、明石市生まれ。國學院大から67年ドラフト1位で大洋入団。通算10年で24勝27敗。79年からコーチ業に専念。11年まで在京セリーグ3球団で、投手コーチを務め、13年からロッテで指導。17年から19年まで、再び巨人でコーチを務めた。関連記事、プロ1号の日本ハム50畑、打球の伸び感じた中大同期、DeNA 僕が刺激西武育成の東野が、自主退団球団から異流も、異例のタイミングで引退から、セパ格差はなぜ？いつから？球界再編そして野茂英雄。プロ野球交流戦に思う、阪神交流戦開幕は、33-4、トラウマのロッテ戦切りを晴らすにや、楽天涌井の子育て論妻、押切萌への信頼と感謝、父の厳しさ、母へのメール。